吉村秀夫は、オートバイ部品、用品メーカー吉村ジャパン創業者、オートバイチューニング技術者、親父を意味するポップあるいはポップ、吉村の愛称でも知られる。車両の製造、販売でなく、性能向上のための加工を行うチューニングをいち早く始め、世界で初めて集合管を開発した。大手メーカーでない事業規模の小さいプライベーターとして活躍し、 1970年代の耐久レースで無敵艦隊と歌われるほどの成績を収めていた本田技研工業を相手に勝利するなど1960年代から1980年代の日本のモーターサイクル発展期において様々な実績を残し日本人として本田総一郎と並び山伝道入りを果たした以降個人としての吉村秀夫を指す場合には 吉村と漢字表記し、吉村モータース、吉村コンペティションモータース、吉村レーシング、吉村 R&D、吉村ジャパンなど、企業名を指す場合には、吉村とカタカナ表記をする。吉村秀夫は、筑紫軍中村で、材木屋を営む父、吉村又平と、母不意の間に次男として生まれた。兄、姉、弟の四人兄弟であった。祖父は、 木こりで生計を立てていたが作業中の事故で片足を切断し、代わって息子のまた兵が家計を担うこととなるが、村で唯一製材機を導入するなど、事業は繁盛していた。幼少期は2ヶ月半違いのいとこである生徒ともに、遊びやいたずらに明け暮れ、勉強に打ち込むようなことはなかったが成績は優秀であった。小学校高校学年になると野球を始め、 左利きということもあって、ピッチャーを務めた。1930年代の九州では、川上哲次のいた熊本工業と福岡工業が、野球の名門で、吉村は福岡工業へ進学し野球を続けることを希望していた。しかし、その頃父又平は、本業がおろそかになるほどに発明に没頭しており、家業は傾きかけていた。 700余りの特許を取得するも、大した稼ぎにはならず、経済状況の悪化のため、吉村は福岡工業への進学を断念し、高等小学校へと進学せざるを得なかった。1936年、高等小学校の卒業が迫る頃、セフリアまで、フランスの飛行士、アンドレ・ジャピーの操縦する飛行機が遭難する事故が発生した。小学生の頃、 雑誌の熊にあった九州飛行機の工場見学へ行った際に飛行機に関心を持ち、以来空への憧れを抱いていた吉村は自宅から30キロメートルほど離れていた事故現場まで歩いて見物に向かった。この事故は野球を断念する以前の幼少期に抱いていた空への憧れを蘇らせ、海軍飛行予科練習生の受験を決意させた。そして、 この年の1万数千人の志願者がいた試験を無事突破し219人の合格者のうちの一人となった。横須賀海軍航空隊吉村の在籍していた海軍飛行予科連第8期生は一般が15歳から16歳の少年たち15、6名で構成されていた。その中で14歳8ヶ月と年少の吉村にとって日々行われる 体力訓練は過酷なものであったが、訓練での失敗には連帯責任が課せられるため、皆に迷惑をかけまいとこれを必死に耐えた。入隊から1年が経ち、専修過程の選別において吉村は操縦課を選択し、霞ヶ浦海軍航空隊へと移動することとなった。霞ヶ浦での操縦訓練を順調にこなしていた吉村であったが、30時間ほどの訓練を消化した。 頃、訓練中に登場した練習機、三式陸上処方練習機のエンジンから火災が発生し、緊急離脱を強いられた。高度800メートルから離脱したがパラシュートがうまく、機能せず、高度100メートルまで落下した後にやっとパラシュートは、開くが、速度が増した状態での作動に胸部を圧迫し、意識を失った。 病院のベッドで意識は取り戻したが、六膜炎を起こしており、病状が安定した後の検査では、結核菌が検出され、吉村は、よかれを除隊となった。そして、除隊手当700円を手に帰京を余儀なくされた。帰還死時代に携わっていた d c 三帰京して二ヶ月ほど療養し、医者から、結核の心配もないと診断されると、吉村は操縦士としての道は断たれても、 飛行機に関わりたいと考え、福岡市、カリノス飛行場にあった大日本航空福岡支所で整備士として働き始めた。しかし、当時難関であった旅館連に合格した実績があるにもかかわらず、日々当てがわれる単純作業に嫌気がさした吉村は、給料の支払われない研究員となる代わりに実務訓練を積み、独学で国家検定試験を受験して、 航空機関士を目指すことを決意した。2年間勉強に専念した結果、航空機関士の検定試験に合格、日華航空、満州航空などからも声がかかったが、古巣である大日本航空で航空機関士として働き続けることを選択した。航空機関士免許は9月末に発行されたが、と、日本で398人目の当時最も若い航空機関士であった。 先導の際に登場した銀河航空機関士として入社後は、福岡から沖縄、台湾、北京、上海などを飛び回っていた吉村であったが、1941年12月8日の新珠湾攻撃を境に大日本航空は、海軍庁予隊、陸軍庁予隊、大日本航空残留組に3分割され、吉村は日本でしばらく経験を積んだ後、 海軍徴用隊として1942年7月にはシンガポールへ派遣されることとなった。シンガポールは比較的安定していたため、現地ではギターを弾いたり、ダンスホールに通うハーレー・ダビッドソンを乗り回すなど、余裕のある生活が可能であったが、1943年2月6日、バンコクからサイゴンへの道中、前線であったクエゼリン島で弟、 清が戦死したという一報が吉村の元に届いた。この頃から不安や恐怖を忘れるために吉村はたびたび深酒をするようになった。1945年、戦況は悪化の一途をたどり、シンガポールにも危険が及んだため吉村は台北へと移動することとなった。ある夜、海軍参謀に呼び出された吉村は特攻機の夜間飛行を先導するという特殊任務を課せられた。 銀河に登場しヨカレンを出たばかりの若者16名、あまりを父へ送り出し、弟やヨカレン時代の旧友の死を受け、吉村は毎晩酒に溺れるような生活を続けた。その結果、異種用で大量に吐血し、急遽胃の切除手術を受けることとなった。酒に溺れていた吉村には麻酔が効きにくくなっていたため、ベッドに手足を縛り付けた状態で手術は行われ、 胃の3分の2を切除することになった。ヨカレン、第8期生219名中、189名は、戦死。こうして、終戦を迎えた。終戦直後、シンガポールで暮らしていた吉村は、英語が堪能であったため、吉村の周囲には、新中軍の米兵たちが集まるようになっていた。最初のうちは母国にいる家族への土産物などを探して、欲しいという注文を受け、 それに応えていたが、次第に彼らの要求は、ウイスキーなどのアルコールへと変わっていった。金銭の代わりに食べ物を要求すると、米兵は支給品の缶詰やバター、砂糖、タバコといったものを持ち込み、吉村はこれを闇市で売りさばくことにより多くの利益を得た。吉村は戦時中に結婚しており、妻である直江などは手を引く。 要再三忠告するもこれを聞き入れずに闇取引を続けた結果、1946年の年明け間もない頃、吉村の元にミリタリーポリスが現れた。逮捕された時点で自宅には4トントラック3台分に相当する闇物資が蓄えられていたため、言い逃れはできなかった。1ヶ月ほど留置所で生活した後で釈放はされたが、軍事裁判にかけられ、 懲役1年6ヶ月の実刑判決が言い渡された。ちょうどその頃、1946年4月には、長女、美奈子が誕生していた。日米間に講和条約が結ばれれば刑罰が消滅するため、吉村は入院することによって、医師の診断書を手に入れ、家業を行いながら講和条約の締結を待った。しかし、講和条約はなかなか締結されなかった。 結局真面目に刑期を務めれば3分の1の期間で出所できるため、吉村は1949年の春、福岡刑務所に入所した。予定通りに6ヶ月の刑期を務め終えると、吉村は家業へと復帰した。その頃の吉村家は木工所から鉄工所へと事業転換をしており、両親、兄家族、姉家族と吉村の家族の一族総出で単行で用いられる。 ベルトコンベアの継ぎ手などの製造を行っていた。1952年、日本航空が業務を再開すると、吉村の死体も復職の声がかかった。飛行機に未練があった吉村ではあったが、今自分が抜けては、実家の家業が立ち行かなくなると考え、鉄工所から離れることはできなかった。この頃の吉村は、事業は順調であったものの、 空虚感を拭いきれずに没頭できるものを求め、花札博打にのめり込んでおり、正月ともなると数人の男を呼んでは、数日間博打に供じ続けるという状態であった。しばらくすると吉村のもとには米兵たちが、再び集まるようになっていった。今度は酒などを調達するためではなく、航空機の整備に携わっていた吉村の技術力を見込んで、 自分たちのオートバイの修理を頼むためであった。シンガポール駐在時にハーレー・ダビッドソンに乗っていた経験があり、事業の移動手段として、水保自動車製作所のキャブトンを利用していた吉村は、国内の炭鉱が次々と閉鎖に追い込まれていく状況を受け、1954年、雑書の熊の工場の片隅でオートバイ屋を始めることにした。 吉村の物おじしない言動と面倒見の良さは彼らの心をつかみ、評判が広まるにつれて訪れる米兵の数も増えてゆき、まるで本物の父親のようにポップと呼ばれ、慕われるようになっていった。吉村秀夫がドラッグレースにに参加していたビッサゴールデンフラッシュ吉村秀夫が当時乗っていたビッサスーパーロケット開業して2年が経った頃、一人の米兵が 板付き基地の補助滑走路で開催されていた04のレースに吉村を誘った。キャブトン600で参加した吉村は久しぶりに味わう真剣勝負に魅了され、どうすれば早く走れるのか、エンジンの性能は上がるのかと試行錯誤を始めた。そんな中、代理店業務を行っていたバルコムモータース、山田二郎のカムシャフトのベース円を削ると、 バルブのリフト量が増えるという言葉を受け、アイシャビッサゴールデンフラッシュのカムシャフトに加工を施し、テストを繰り返しては、ドラッグレースに参加するようになっていった。吉村のマシンは04で11秒台を記録し、他のマシンより1秒から2秒は速く、強さは圧倒的であった。また、吉村はレースのみならず、ケータというオートバイの組織運営にも協力し、 米兵と日本人との親善交流やレースの運営も務めた。安全運転講習を行うなど地域社会に対する貢献が評価され、いたつき基地の司令官から表彰されることもあった。1955年、全日本オートバイ耐久ロードレースが初開催。1958年、アマチュアライダーを対象にした全日本モーターサイクルクラブマンロードレースが初開催。 1961年、ホンダがロードレース世界選手権 125cc、250cc 両クラス制覇。1962年、日本で初めて本格的なサーキットである鈴鹿サーキットが完成と、モータースポーツに対する関心が年々高まる中、速いマシンを作る男が九州にいるという評判が広まると、吉村の元には多くの人が集まり出した。 あとに二輪と四輪のレースで活躍する高竹含みも、その一人であった。なお、この頃吉村は全日本、モーターサイクルクラブマンレースを九州で開催するため、同協会で理事を務める坂井文とへ直キを行うなど誘致に尽力し、1962年には第5回大会を狩りの巣で開催することに成功した。地元で開催されるにあたり、 吉村本人もビッサ650ゴールデンフラッシュで参加しトップを改装するものの6周目に転倒。脳震盪を起こし、これ以後ライダーとしてはロードレースから身を引くこととなった。吉村モータースは全日本モーターサイクルクラブマンロードレースに参戦し、各地で好成績を収めたものの、この頃には新中軍が板た月基地からの撤退を決定。 ホームであった板月基地や狩りの巣飛工場でのレース活動が下火になっていくことは目に見えていたため、何らかの対応が必要であった。吉村には二つの考えがあり、一つはこのまま日本のロードレースの発展とともに活動拠点を東京へ移すこと。立川基地や横田基地には懇意にしていた多くの米兵たちが板月基地から転属になっていたため、 当面の仕事にことか,かないという考えもあった。もう一つはアメリカへ帰国していった米兵たちの要望に応えて、共にアメリカでレース活動を行うことであった。ドリーム CB72 スーパースポーツドリーム CB77 スーパースポーツ CB77 用に気筒エンジン。結局、吉村は日本でやり残したことがまだあると判断し、ひとまずアメリカ進出を先送りし、 東京へ進出することを決定。九州での活動の総決算として1964年に開催された MFJ 鈴鹿18時間耐久レースへ参加することを決めた。出場マシンは CB72CB77 登録ライダーは CB72 が高竹含み、倉留め伏佐、渡辺地下を CB77 は松本明、青木和夫、 そして安倍田孝一であった。予選走行中に CB77 に乗る安倍伝が転灯を喫しマシンが大破、マシンの修復と、小型聖事へライダーを変更するなどトラブルに見舞われは、下物のレースでは、ホンダやヤマハを相手に互角に渡り合った。高武氏、倉止、渡辺組は、終了およそ2時間前までトップを改装していたものの、バルブコッターが破損しリタイヤ。しかし、 トップを争っていたホンダもエンジントラブルに見舞われ、そのままリタイアし、優勝は松本、青木、安部で組が手にすることとなった。こうして着実に実績を積んでいく吉村の評価は不動のものとなり、仕事の依頼も増えていった。クラブマンロードレース誘致の際に掛け合った坂井文人からは、チューニングに関する記事の執筆を依頼され、吉村はこれを快諾し、 月刊モーターサイクリスト氏の1965年2月号から4月号に私のチューニングアップという記事が掲載された。また、1967年4月号から8月号には4サイクルのチューニング、CB チューニングという連載記事が掲載され、これらの連載はチューニングという行為が一般的でなかった時代に大きな反響を呼び、CB72 開発陣も参考にするほどの 結出した内容であった。そして、鈴鹿18時間耐久レースで競い合ったホンダからは、翌年新設される市販車ベースによるジュニアクラスでのマシンの開発の依頼が届いた。当時のホンダは1962年には4輪の開発を開始し、1964年からの F1 参戦を発表。WGP では有力チームとして確たる地位を得ていたが、 市販車ベースのレー,エースにまで手が回らなかった。吉村は、この依頼を引き受け、高竹福宮和田正宏の所属するテクニカルスポーツを担当することとなった。ホンダは、依頼にあたり、当時のグランプリマシン開発の拠点であった GP ガレージを吉村に対して開放したことからも、その評価と信頼の高さが伺えた。その後、高竹氏は1966年に、 MFJ 全日本 250cc チャンピオンに輝きレーシングチームチーム高武氏を主催した。そして同チームは玉田誠やウ川ワ加藤大二郎などロードレース世界選手権で活躍するライダーを輩出した。高武氏は吉村に対して以下のように語っている。あの時、吉村の親父が俺の才能を認めてレースに出場させてくれなかったら、 今の俺はなかったよ。どうなっていたかわからないね。高竹含み、ポップ、吉村の伝説1965年4月、吉村モータースは、東京都西多摩郡福佐町に移転し、吉村コンペティションモータースと名称を改めた。福佐の工場は、横田基地のすぐそばにあり、1階に15坪ほどの作業スペースと2階に6畳と4畳の居住スペースを持つ。 フローナシ共同トイレの小さな建物であった。1965年シーズンを順調にこなしていくと、10月にロードレース世界選手権、日本グランプリと合わせて開催されていた第3回、ジュニアロードレース大会で改装する和田正宏の走りが、日本グランプリを視察に訪れていた、本田総一郎の目に留まった。自陣営のマシンより早い吉村のマシンに驚いた。 ホンダ総一郎は研究所で一度マシンを計測させてもらうよう現場の人間に指示した。和光研究所にマシンは移送され、車子ダイナモにかけてみるとノーマルエンジンが 24PS、ホンダワークスのエンジンが 27PS を発揮するところ、吉村の手掛けたその CB72 のエンジンは 32.7PS を発揮していた。この性能の高さには息を呑む者もいたが、 ワークスチームが手掛けたマシーンがプライベーターに圧倒されているという不甲斐なさを本田総一郎は厳しく叱責した。このような事件から本田内部には吉村に対して疎ましく感じるものが現れ十分なバックアップが得られない事態になっていった。レースで結果を出すほどにバックアップが得られなくなる不可解さに吉村は本田総一郎への直談判を決意。自らはこう研究所へ赴き。 初めて、本田総一郎と会うことになった。吉村が円滑な部品供給が図られるよう頼むと、事態を知った、本田総一郎は再び激怒。しかし、吉村に対して一度敵対心を抱いた一部の人間との圧力は容易には解消せず、1966年には RSC を設立し、モータースポーツでのカスタマーサービスを一元管理する方針が取られたことや、 鈴鹿サーキットと富士スピードウェイの間でのレース開催の誘致合戦、富士での30度バンクにおける安全性の欠陥を理由とするホンダ勢によるボイコットと、それに対する和田正宏の造反行為など、様々な要素が複雑に重なり合い、一時は吉村への部品供給停止、和田の川崎への移籍というところまで事態は悪化した。ホンダ s 六百、ホンダ s 八百船橋サーキットや、 富士スピードウェイなどの福音の大きい四輪のモータースポーツ開催に適したサーキットが関東圏に完成し四輪レースの人気が高まると東京に進出した吉村の下には四輪のエンジンに関する依頼も増えていった。九州で活動していた時期にも鈴鹿サーキットで GT1 クラスにエントリーしていた長松国を見にカムシャフトを作るようなことはあったが 一般のユーザーを相手に四輪の仕事を引き受けることはまだなかった。そうした中には、寺田洋次郎夜間、信秀藤田博といった有力ドライバーたちが含まれており、四輪のチューニングに対して特に和感やこだわりを持たなかった吉村は依頼を了承し、1966年5月3日に富士スピードウェイで行われた第3回日本グランプリ、T。 i クラスで三崎清が優勝したことを皮切りに、吉村の手がけたマシンは T、i クラスや GT、i クラスで脚光を浴びるようになった。自動車のチューニングも手がけるようになると、福佐市の工場では手狭になってきたため、吉村コンペティションモータースは秋川市へ移転することとなった。新工場は30坪ほどの大きさに従業員用の宿舎を備え、 シャーシダイナムも導入されたことにより、作業環境は向上した。この頃の吉村には、松浦健也、後に、長女、美奈子の夫となる森脇守といった面々が加わり、長男藤尾も高校を卒業するなり上京し、共に働き始めた。順調に戦績を重ねる森脇守は1969年のセニアクラスで3位に入賞し、上位入賞者が辞退したことから、 翌年のシンガポールグランプリへの海外招待を獲得した。吉村にとっては初の海外遠征であり、こうして吉村は戦時中を過ごしたシンガポールを再び訪れることとなった。車両の運搬は現地のホンダ代理店である文秀有限公司を通して行われ、出発する直前に吉村は偶然にも鈴鹿サーキットのレストランで本田宗総一郎と会わせた。 吉村は今度シンガポールに行くことになりましたと挨拶をすると、ホンダは向こうの店はちゃんとしておくから心配するなと伝え、そして向こうに行ったら女は怖いぞ。気をつけろと笑顔で吉村一行を送り出した。レースは予選ではトップだったものの、本戦では燃料タンクの容量に関するレギュレーションの誤解からピットインを余儀なくされ2位に終わった。この頃には、 RSC 内部で吉村に対して理解を示していた木村正夫による人力や RSC の人事異動などもあり、関係は概ね修復され、バックアップも得られるようになっていた。1971年には RSC と吉村が共同でマシンを開発し、高竹福美と菅原義正の体制で臨んだ全日本富士 1000km レースでは、 ホンダ H1300 がクラス優勝を果たした。この時の吉村とホンダとの関係を RSC に勤めていた木村正夫は以下のように語っている。H1300 を一緒にやって吉村さんはどう思われたかわかりませんが我々としてはホンダと吉村の関係を相当修復できたかなぁと思いました。吉村さんと一緒に組んで走らせた H1300 が 優勝したのは私にはとてもいい思い出となっています。木村正夫、ポップ、吉村の伝説1960年代後半から1970年代前半にかけては2ストロークエンジンを搭載したオートバイの躍進により4ストロークエンジンを搭載した車両は劣勢に立たされつつあった。そのため吉村が2ストロークエンジンに関心を示さなかったこともあり、 当時の吉村の引き受ける仕事は四輪の比重が増していた。クラウス吉村ホンダ CB750 吉村が初めて CB750 フォーを見たのは、ホンダ和光工場に勤める太田工事から自身の所有する車両のカムシャフト製作を依頼された時であった。当時国内ではまだ正規の発売は開始されていなかったものの、ホンダ社内のオートバイチームには CB750 フォーで、 レースに参加する者が少なくなく、中でも朝霞研究所内のブルーヘルメットに所属するす谷や森夫と菱木哲也は1969年の鈴鹿十字艦隊級レースに CB750 法でエントリーし、ワンツーを飾るなど市販に先立って活躍していた。同様に大田も CB750 法で出場するために、 フッサ時代から懇意にしていた吉村にチューニングを依頼したのだった。ホンダは1970年のデートナ 202CB750 法で参戦し、ディックマンのライディングで優勝を果たしていたが、翌年の参加は見合わせていた。そのような状況でアメリカでの販売戦略として、レースでの実績を求めたロンクラウスは、板月基地時代に吉村の世話になっていた米兵から、 吉村の話を聞き、独自に吉村のチューニングしたマシンで、レートな200マイルに参加することを考え、吉村にマシンの製作を依頼した。当時 JAF による四輪レギュレーションが、プライベーターにとって不利なものに変更されたため、四輪から二輪へ立ち戻ることを検討していた吉村は、この依頼を快諾し、東京へ移転する前に考えていたアメリカ進出を本格的に検討し始めた。 デートナへ送り込まれた吉村の CB750。しかし、途中でカムチェーンが破断したことにより、リタイアを喫した。優勝はビス斯へ移籍した前年度王者のリックマンだった。優勝は逃したもののアメリカでの知名度を得ることには成功し、特に CB750 方のカムシャフトやピストンの注文は生産が追いつかないほどに増加した。ロンクラウスからの評価も上々で、 吉村チューンの CB754 はアメリカのレースに引き続き参戦することが決定し、整備士に吉村富士をライダーに森脇守を送り込んだ。吉村が集合管を発案したのは S800 の開発を行っていた時であった。当初は軽量化のために4本のエキゾーストパイプをまとめることを思いつき、これを実践してみた。すると馬力が上がり、 トルクの谷間が解消されていたため、集合艦の可能性に目をつけ試行錯誤を繰り返した。4輪に限らず、集合艦は2輪でも試された。まず、直列に気筒エンジンの CB250、CB350 で試すも思うような成果が得られず、エキゾーストパイプの太さや集合部までの長さなどを変えた、様々な試作品を作り、CB750 法用に作った。 集合艦では最大出力を 7PS あまり向上させることに成功した。CB750 砲用初代集合艦は2本ずつを上下に重ねた後に1本にまとまる4イント1形式の集合方式で耐熱黒塗装が施されたものであった。アメリカ参戦当初は順風満帆とはいかなかった。初戦のたらけが200マイルはリタイアに終わったため、 オンタリオ250マイルへ向けて、吉村は集合艦を携えて、初めてアメリカへ渡った。オンタリオ250マイルは、ゲイリー・フィッシャーとジンジャーモロイの2名で臨むも、1台は、キャブレターから砂を吸い込んだためにエンジンブローで、リタイア、もう1台は、またしてもカムチェーンが破断し、両者ともリタイアに終わった。だが、オンタリオで発表された、集合艦は、高い注目を浴び、 アメリカのみならず、イギリスのモーターサイクル誌にも掲載されるほどの影響を与えた。翌年、1972年のデートナに参加するため、吉村は再びアメリカへ渡った。すると、日本では集合艦に対して会議的な見方がなされていたのに、対し、アメリカではすでに集合艦を模倣した製品が出ていたことに、吉村は驚いた。レースは予選こそ、 ゲイリー・フィッシャーが5番手、ロジャー・レイマンが8番手につけ、ゲイリー・フィッシャーは11週にわたってトップだったが、結局両者ともオイルパンからのオイル漏れによりリタイアに終わった。アメリカで知名度を得たことにより、ある日フライング・タイガー・ラインで機関士を務めるデール・アレキ・サンダーとパイロットのスター・トンプソンが商談に訪れた。彼らは多くの製品を現金で購入していき、吉村の製品が アメリカでいかに人気かを熱心に解き、吉村はアメリカでの理解者と二人を好意的に受け止めた。1972年になると彼らのラ、四輪のプライベーターに対して不利なレギュレーションから四輪に対する熱意はこの頃には薄れており、またにストロークエンジンの台頭による国内での苦戦から四ストロークエンジンが活躍できる場を求めていた吉村にとってこの提案は、 非常に魅力的に感じられた。こうして1972年末にロサンゼルス、シミバレーに吉村レーシングが設立された。川崎 Z1 吉村レーシング設立当初は順調であった。販売する製品は順調に売れ、ホンダ車に関してはシェアの50%余り、Z1 においてはほぼ独占的なシェアを誇っていた。1973年のデートナはレギュレーションが 変更されたため準備が間に合わず見合わせたが、同時に開催された最高速チャレンジやボンレビルで、開催された最高速チャレンジへ、Z1、CB754、CB500 を参加させ、12個もの世界記録を樹立した。同年9月には、フランスのルマン、ボルドール24時間耐久ロードレースへ参加する、シデム川崎へ、Z1 エンジンを供給すると4台が完走し、 2位を筆頭に4位、5位、7位を獲得した。しかし次第に両名からは不自然な点が見られるようになってきた。運転資金のために企業立ち上げから数ヶ月送金がないことは理解できても延々送金がないことに皆子は不信感を覚え、藤尾も高級車を購入するなど羽振りの良い二人を見て同様の疑念を持った。 再三送金を迫るもついに売りかけ金の滞納は2000万を超え、美奈子は吉村に詰め寄るも、吉村は俺がアメリカへ行けばすべて解決すると、これを一周し、最終的に自分の意見に立てついた美奈子に感動を言い渡した。当時、美奈子は森脇と結婚し長女も生まれていたため、ひとまず森脇の実家のあった神戸市へ身を寄せ、1973年7月、 三重県鈴鹿市で森脇エンジニアリングを創業した。1974年1月には秋川工場の土地も売れ、家財道具や設備をアメリカへ送り、都米の準備が着々と進む中、吉村は準備を手伝うために訪れていた美奈子たちの前で突然拡血した。予期せぬ事態に入院を余儀なくされ、都米は5月になったが、 秋川の工場を生産した金から美奈子と由美子に300万ずつ渡し、吉村はアメリカへ出発した。渡米するなり家族たちの器具は当たっていることが明らかになった。吉村のアメリカ工場は小規模であったが、生産体制を考慮すれば、それで十分なものであったにもかかわらず、デール、スター両名は吉村に断りなく、社屋から数百メートルのところに、 新たな設備の増築を行っていた。支払いを迫るも設備投資を理由に拒否、それだけでなく、在庫の所有権も主張し、吉村の要求を退けた。吉村は、製品の品質がものを言う世界で、部品供給が止まれば吉村レーシングは、有名無実のものになると考え、国内からの製品発送を止めるべく、日本の関連企業への連絡に奔走した。デール、 スター両名は信用上を根拠に納品を迫るも多くの企業は吉村に味方した。解決のめどが立たないまま時間だけが経過するにつれ相手方から第三者の介入が提案された。その男はトランスワールド航空のパイロットを務める吉村レーシングの常連のアメリカ人男性であった。吉村は相手にとって都合の良い人選であるのではないかと警戒していたが、この男性は 双方の意見を聞くと、吉村の主張が正しいと答えた。しかし、当初第三者の介入による解決を要求していた、デール、スター両名は突如第三者の代表権は無効だと主張し出し、最終的に裁判で争うことになった。解決の正当性を問う裁判は、半年続き、裁判費用として2万ドルをすでに費やしていた。 だが、結局第三者の代表権は無効であり、これまで道理会社の所有権は50対50という判決が言い渡された。吉村は判決に対して吉村レーシングの再起を断念し、全ての権利を放棄せざるを得ないと結論付けた。そして、藤尾をアメリカで新たな企業設立の準備に当たらせ、無念の帰路についた。帰国すると、吉村はひとまず、 神奈川県厚木市で生活する次女、由美子の下に身を寄せ、森脇の工場で部品製造に取り組むことにした。幸いなことに日本はビッグバイクブームが訪れ、吉村の作る集合館は順調に売り上げを伸ばした。また、イギリスのデビット・ディクソンやオーストラリアのロス・ハナンといった海外の経営者たちからの代理販売の提案も得られた。そうして力を蓄えつつ、 アメリカでの再起のチャンスを伺う日々が続いた。こうして吉村は1975年4月、再び渡米した。だがこの時、アメリカで立ち上げに尽力していた藤尾が一時帰国し、再びアメリカに入国しようとすると、ビザが降りないという事態が発生した。吉村レーシングの社員ということで、アメリカに入国していた藤尾に対し、デール、スター両名が手を回して、 入国を妨害したのだった。藤尾は森脇のところに身を寄せ、ビザが降りるまで日本から支援することしかできなかった。サイト米から2ヶ月後の1975年6月1日、吉村はロサンゼルス郊外、ノースハリウッドに吉村 R&D を設立。カタカナの吉村は商標登録され、使えないための野号であった。 1976年11月には藤尾もビザが下り、渡米することができた。デール・スター両名は、吉村レーシングをデール・スター・エンジニアリングと改名し、独自に製品を製造、販売していたが、結局倒産した。しばらくして、デール・アレキサンダーは、職業上の立場を利用し、秋川で購入した商品を税関を通さず密輸し、不正な利益を得ていたとして、 裁判にかけられ、罰金5万ドルが課せられた。そして2年後には、心臓麻痺を起こして死んだ。2009年の吉村が製作したレース車両1976年、吉村はウェスクーリーと契約し、アメリカでのレース活動に、川崎 Z1 で参加していたが、レギュレーションによって、フレーム加工が制限されていたことから合成不足に悩まされていた。 エンジンの性能を上げれば上げるほどコーナリングが安定しないという状況であった。そんなある日、吉村はサイクルというアメリカのモーターサイクル専門誌に掲載されていた鈴木が初めて開発した並列4気筒の4ストロークエンジンを搭載する GS750 というオートバイに興味を持った。US 鈴木に問い合わせをしてしばらく経った8月、鈴木側から 開発責任者が渡米しているのであってみないかという提案があった。こうして吉村はサンタフェスプリングで横内悦夫と会うことになった。横内も吉村のことはホンダや川崎の車両を手掛ける4ストローク専門のチューナーとは知っていたが、鈴木が2ストロークしか製造しないため、その程度の接点しかこれまで持たなかった。だが、 鈴木初の4ストローク4気筒車として売り出すために GS750 もレースに出場することを前提に開発していたが人員や経験不足が否めなかったため吉村に興味を持ったのだった。吉村と横内の間に多くの言葉や契約書はなかったがお互いの関係は鈴木の車両でレースに参加し鈴木のキットパーツの開発に 吉村が携わるという形で2012年現在においても引き継がれている。1976年11月に藤尾が無事合流し、吉村 R&D はアメリカでの基盤を確立しつつ、あった1977年2月18日、3月のデートな参戦を目前に火災は起こった。ノースハリウッドの工場でダイナモを使って、 Z1 のエンジンをテストしていた際にセルモーターが、ショート、散った火花が、ガソリンに燃え移り、火災が発生した。吉村は消火器で消火を試みるもこれに失敗、爆発を防ぐためガソリンタンクを外に持ち出そうとした。ようやく脱出するも顔から腕にかけての火傷がひどく、急遽太ももから、皮膚の移植手術が行われた。治療やリハビリは、ナオと二人三脚で行われ、 この時の二人の姿はアメリカ人たちの感動を呼び地元の新聞にも掲載された。しかし、吉村は時折俺はもういないと思えなど不安な行動をとり、当時の吉村の置かれた心境を直おは以下のように10回している。口には出さなかったけど、やけどが痛かったのと自分が火事を起こしてしまったという苦しさの両方だったんだと思います。商売が失敗して、 ようやく再開していよいよデートナという矢先だったから思い詰めていたんでしょう。吉村直江、ポップ、吉村の伝説不条も大変であった。工場は事務所を除いて全焼し、マシンも失ってしまったためデートナへの出場を断念することも検討したが、ウェスクーリーや同じレースに出る敵同士のはずのレグプリッドモアやクック・ニールソンらの励ましを受け、デートナ出場を決意した。 あり合わせのパーツでマシンを組むことはできたが予選で最速タイムを記録するも決勝では3位に終わった優勝は吉村の見舞いにも訪れていたクックニールソンであったしかし優勝を逃してもデートナに現れた吉村に観客は惜しみない喝采を送り藤尾も吉村に代わって葬式という大役を務めたことは自信にもつながった火事の被害は大きかったが 保険に加入していたため工場の物件や治療費は保険で賄うことができた。吉村は吉村 R&D 設立当初保険の加入すら渋っていたため藤尾の勧めによって加入していなければあの時点で吉村は終わっていただろうと後に語っている。鈴木 g s 1 9 7 7年6月に2台の GS750 が 吉村の下に届く頃には吉村は以前の状態を取り戻しており参戦に向け作業は開始された。GS750 のアマスーパーバイク選手権、公式戦デビューは8月11日のオンタリオでのテストを経た9月11日、ラグナセカであった。スティーブ・マクラー・フィンの登場する GS750 は吉村の手によってチューニングされ、944cc まで、 ボアアップされたエンジンの最高出力はノーマルの 68PS から 125PS まで高められていた。同時に出場していたウェスクーリーのノル、Z1 はリタイアしたが、GS は初勝利を手に入れた。次戦、10月2日にリバーサイドで行われたシリーズ最終戦では、Z1 が優勝、GS はクラッチトラブルに見舞われ、リタイアに終わった。 1977年に入ってからは、Z1 に対抗する形で、鈴木 GS1000 の開発も開始されており、秋に完成した試作車両は、吉村の下へも送られ、以降の主力として活躍した。デートナインターナショナルスピードへと、その表彰台1978年のデートナスーパーバイクに、吉村は、マクラーフィンの GS1000、クーリーの Z1、 加藤翔平の GS750 の三大体制で臨んだ。この年より集合艦の装着が認められたため、早速専用に作られた集合艦が GS1000 にも装着された。予選では Z1 がフレームを森脇の手掛けたフレームに変更したことが構想し、これまでのコーナーリング時の不安定さが解消されており、第1ヒートで優勝。第二ヒートでは、 加藤翔平が優勝した。GS 戦はクランク破損によりリタイアに終わったため、決勝は最後尾からのスタートになった。決勝では加藤とクーリーが戦闘争い。マクラーフィンは最後尾から猛然と追い上げ、6周目にはクーリーも抜いてトップに躍り出た。ワンツーを期待した吉村陣営であったが、GS 戦が跳ね上げた石が Z1 の オイルクーラーを破壊する事態が発生し、クーリーはそのままリタイア。マクラーフィンはそのまま優勝を果たしたが、クールダウンラップ中にまたしてもクラッチを損傷し、以降、吉村の手掛ける GS1000 はクラッチトラブルとの戦いを強いられた。鈴鹿サーキットホンダ r c b 吉村が鈴鹿で耐久レースが行われると知ったのは1977年の秋。 出場することになる g s 戦がまだ届く前のことだった。鈴鹿18時間耐久レースでの優勝やヨーロッパ耐久レースでの実績もあったため自信はあった。1977年当時フィム世界耐久選手権ではホンダ RCB が1976年に8、1中7勝、1977年はシリーズ9000全勝と圧倒的強さを誇っており、 全評判でも優勝の筆頭であったことから、吉村も RCB のデータを集め出した。その結果、耐久レース以外では戦えるタイムを出せていることから、勝つためにはスプリントレースのタイムで走り続けるための耐久性と戦略が必要であると考えた。そして、吉村 R&D から、ウェスクーリー、マイク・ボールドウィン、森脇からは、クレーム、クロスビー、 トニーハットンという体制で8体に臨んだ。7月中旬、吉村は単身帰国し、吉村パーツショップ加藤で GS1000 の調整に加わった。その直後に、藤尾もレースで使うグッドイヤーのタイヤを携えて、クーリーと共に帰国、数日遅れて、ボールドウィンも来日し、鈴鹿8時間耐久ロードレースに向け準備は着々と進んでいた。吉村たちが、 アメリカで作業に当たっている間、GS1000 は、デートナで優勝した時の仕様に、吉村パーツショップ加藤で整備されていた。加藤翔平と、大谷康二が組み上げ、常連客であった、浅川邦夫が鳴らしを行い、美奈子も RCB のデータを取りに、鈴鹿へ行っては吉村へそれを伝える。日本に集まってからも日本に不慣れなクーリーや、ボールドウィンたちの世話や、隠し手続きは、 加藤翔平、弓子夫妻が担当。翔平に至っては、第三ダーとしての登録もされ、まさに一族総出での作業であった。練習走行が始まると、g s 戦には、クラッチトラブルが品質した。コースに出て、全力で走ると2分22秒から2分23秒のタイムが出るが、すぐさまクラッチに異常が出て、ピットインを余儀なくされるという状態が繰り返された。 クラッチトラブルは木曜日に鈴木から送られたダンパースプリングの入ったクラッチを使うことで解消されたが対策品の運用方針をめぐって吉村と藤尾の意見が対立した。一時は吉村の俺の邪魔をするなら帰れという発言に対して藤尾がアメリカへの帰り自宅をするところまで発展したがクーリーの必死の説得にこれを踏みとどまった。 7月30日の鈴鹿は快晴に恵まれていた。ポールシッターの杉本五十用とデビットエムによる選手宣誓が行われ、午前11時30分、ルマン式スタートが切られ、第1回鈴鹿8時間耐久ロードレースは開始された。1周目を終え、スタートラインを先頭で通過したのは GS1000 であった。するとその時、最終コーナーで土煙が上がった。 後方スタートのプライベーターだろうと考えた吉村であったが、それはスターウッズの乗るゼッケン6番の RCB であった。5周目には、トップグループは吉村の g s 1 0 0森脇の Z1、ヤマハ t Z750 と川崎 KR350 で構成されていた。5周目が終わる頃、KR350 はハンドルが折れるというトラブルに見舞われ、 ピットインを余儀なくされタイムロス。三代のトップ争いが繰り広げられた。スタートから1時間が経過し、各チームピットインを行う頃には、ジャンクロードシュマランの乗る RCB は3位まで順位を上げていた。しかし67周目、RCB が立体交差の上で停止していると、場内アナウンスによって告げられた。クリスチャン・レオンはピットまで、 RCB を押して戻ってくるも、メカニックがプラグを外した際に、アルミの破片が付着していたことからリタイアを決意。原因は、バルブ破損であった。トップを改装する g s 0に、トラブルが発生したのはスタートから4時間が経過した109周目、フロントタイヤ交換の際にフロントアクスルシャフトを固定するボルトがねじ切れてしまった。幸い、ちぎれたボルトは前側であったため、 ボールドウィンは脱落の危険性は少ないと考え、2位を走行する TZ750 との差を少しでも維持しようと対策を練る時間を捻出するためにそのままコースへ戻っていった。ボールドウィンは15周ほど走行し、ピットに戻ってきて、キャップをボルトの高さより低くなるまで削ることを提案。メカニックは対策品の加工に取り掛かり、クーリーは時間を稼ぐために、 コースへ出て行った。完成するなり、クーリーをピットへ呼び戻し、吉村はこのトラブルをしのいだ。予断を許さぬレース展開の中、吉村は、ヨカレン時代に聞いた、東郷平八郎が危険を顧みず人頭式を取り続けたという話に共鳴し、夏の炎天下の空の下、ピットロードで式を取り続けた。日が傾き始めた6時頃、森脇の Z1 がマスケッツによって、 順位を落とすといったトラブルはあったが、GS 戦にはそれ以降トラブルはなく、午後7時32分、ウェスクーリーの頭上で、チェッカーフラッグが振られ、吉村は記念すべき、第1回鈴鹿8時間耐久ロードレースを優勝で、締めくくった。第1回鈴鹿8時間耐久ロードレース結果、予選最速タイム、デイビット M で2、19.23決勝日から7月30日観客数。 70-000人天候晴れ8体を優勝で、終えた吉村は、横内の提案した、フランスのポール・リカール・サーキットで行われる、ボルドール24時間耐久に出場することにした。g s 1 1 0 0 c c まで、ボアアップし、ウェスクーリー、ロンピアースという体制で、これに臨んだが、序盤こそ3位につけていたが、オルタネータを新たに装着したためバンク角が浅くなり、 オルタネータカバーを破壊してリタイアに終わった。この時の優勝したチームは8体でマシントラブルに見舞われたハート率いるクリスティアン・レオン、ジャンクロード・シュマラン組であり、吉村は鈴鹿8時間耐久ロードレースのようにスプリントの要素を残す耐久レースとボルドールのような完全な耐久レースとではその戦略やマシンの方向性が全く違うということを改めて思い知らされた。 配線の悔しさもそこそこに、吉村はデートナへ向け、アメリカへの帰路についた。1979年、アメリカのスーパーバイクでは、それまで上位争いを繰り広げていた BMW やドゥカティ、トグッチといったヨーロッパに来東勢は、鈴木と川崎に圧倒されるようになっていた。デートナではその流れを端的に表すように、吉村の送り出した GS1000 に乗るロン・ピアース。 ウェスクーリー、デビット・エムデで表彰台を独占した。デビット・エムデに至っては同時にエントリーしていた 250CC クラスでの点灯による影響を未人も感じさせない走りで最後尾の63位から3位を獲得するという驚異的な走りであった。最終的に1979年のアマ、スーパーバイク選手権は吉村鈴木 GS1000 に登場するウェスクーリーが 王座についたが、終盤クーリーは前年まで自身が登場していた Z1 に乗るフレディスペンサーの追い上げに苦戦を強いられた。1979年、アメリカでの活動を軌道に乗せることができたと判断した吉村は、アメリカでの活動を藤代に託し、直江と共に日本へ帰国した。そして、 アメリカでの苦しい時代を日本から支えてくれた吉村パーツショップ加藤を発展させることに尽力した。吉村が帰国して最初のレースは1979年の鈴鹿8体になった。連覇の期待がかかる吉村であったが、この年の8体はレギュレーションが変更され、十分な準備ができなかった。ウェスクーリー、ロンピアースというデイトナでの一位、位コンビで臨むも、序盤から ブレーキトラブルに悩まされ、様々な手を尽くすも結局解決しないまま7時間が経過した頃、折れたコンロットが、クランクケースを突き破りリタイアに終わった。優勝は、ホンダのトニー・ハットン、マイク・コール組で、前年のお名を返上するかのように、ホンダが1位から8位までを独占する圧勝であった。第2回鈴鹿8時間耐久ロードレース結果。 予選最速タイムグレームクロスビーに17.33決勝日から7月29日観客数86000人天校曇り1980年この年から鈴鹿8体は世界耐久選手権に組み込まれヨーロッパで耐久レースに参加していたライダーたちの参加が増加したマシンも TT 会一に準拠した市販車ベースのレギュレーションに変更され ニストロークの市販レイサーは出場ができなくなった。この年吉村はベスクーリーとグレームクロスビー組に加え、リチャードシュラクター、マイクコール組の二大体制で参戦した。参戦当初に比べチームの規模も大きくなり、ライダーやクルーは総勢50名以上の王女隊になっていた。食事の準備に追われた美子美子、みなこやゆみこはたくさんの人数が、 同時に食事ができるようバーベキューを準備していると、日本の食事になれないとのことで、スタッフに連れてこられたエディローソンなども、予選ではクロスビーがポールポジションを獲得し、シュラクター、ポール組も5番手につけた。序盤はクロスビーが先行し、デビット・アルダナがこれに続くも徐々に順位を落とし、3時間が経過した時点で、クーリーとローソン以外は、 周回遅れという一気打ちの様相を呈していた。5時間が経過した頃、クロスビーとローソンの間にマイクコールが挟まれ、ヘアピンでローソンがインからコールをパスしようと試みるも接触し、両者とも転倒した。コールは転倒した際に腕を骨折しりタイヤ。ローソンは大事に至らず車両を起こしてコースへ復帰した。川崎が タイヤ交換に手間取る間にクロスビーはその差を広げるも130周を終えた時点でブレーキにトラブルが発生しこれの解決に3分を要したそのため逆にハンスフォードに50秒近くの遅れを取ったしかし終盤クロスビーはローソンが2分22秒台で周回を重ねるところ2分20秒台で追い上げ6時24分に川崎が ピットインする間にトップに帰り咲いた。この時、吉村は最後の給油のタイミングでライダーを交代させるかを悩んでいた。治病の糖尿病を抱えたクーリーは疲労の色が濃く、またクロスビーも1時間近く全力で走り続けていた。結局、クロスビーに勝負を託すと、クロスビーはハンスフォードが2分25秒台にタイムを落とす中、2分22秒台で走り続け、 7時31分、そのまま、チェッカーフラッグを受けた。8時間走り続けてクロスビーとハンスフォードの差は40秒26であった。加えて、レース終了後マシンをチェックすると、リアタイヤは、釘が刺さってパンクしており、クラッチハウジングを分解すると、ベアリングも壊れているという心象であった。第3回鈴鹿8時間耐久ロードレース結果。 予選最速タイムグレームクロスビーに17.62決勝日から7月27日観客数105000人天候ハレ1980年10月吉村パーツショップ加藤は現在の吉村ジャパンがある神奈川県愛好郡愛川町へ移転し吉村パーツオブジャパンへと改名した敷地面積は 約600坪と、弓子一人が物置で切り盛りしていた頃や厚木の8畳程度の工場とは比較にならない規模へと成長した。ここで、吉村は従来の集合管に排気流速を高める工夫を施したサイクロンマフラーの開発を行っていた。1980年と1981年は日本国内での直接の活動は8体だけであったが、 耐久世界選手権へ参加していた鈴木フランスへのエンジン供給は継続され、1980年9月14日から15日上るドール24時間耐久レースではサマングロス組の優勝に貢献した。また、フルチューンした GS 戦をプライベーターへ販売し、坂田助里などがこれに乗って活躍した。1987年に、 ロードレース世界選手権王者に輝くワインガードナー1981年の8体へは、クレーム・クロスビーとウェスクーリーという前年度発射の婦人で臨んだ。しかし、この大会で注目を浴びたのは森脇から出場していたワインガードナーであった。ガードナーは、イギリスやアメリカで実戦を積み、8体の前哨戦である鈴鹿 200km ロードレースで優勝を果たし、 八体の予選では2分14秒76と、コースレコードを一気に1.5秒近く縮める走りを見せた。ガードナーに触発されたクロスビーは、果敢にアタックするも2分15秒75と上回ることはできなかった。吉村は手塩にかけた、クロスビーやその下で働いていたガードナーが競い合う姿を嬉しく思い、ユーファキングファースト、ゴーバック、ホームと冗談交じりに、 彼を褒めたたえ、そして、ガードナーもまた、ポップと聞くとこの時のエピソードを思い出すと、後に語っている。だが、本戦では両者ともリタイアに終わった。レース開始1時間48分が経過した頃、クロスビーが、ホームストレートでマシンを、サイドウォールに寄せ、ピットロードを逆走して戻ってきた。 マシンはシリンダーからオイルが滲んでおり、吉村はこの時点でリタイアの決断を余儀なくされた。工場に帰ってエンジンを開くとクランクシャフトが壊れていた。マシンはキックでの指導であったためスタートで最後尾に沈んだ。ガードナーは60周目には一時、ホンダのアルダナを捉えトップに踊り出るも直後のスプーンカーブで転倒。怪我はなかったもののコースへは復帰できなかった。あとに、 森脇は、この年の8体が森脇にとって一番かつ、可能性の高かった年であったと、悔しさをにじませて語っている。1981年11月22日、翌日が祝日ということで、森脇一家を伴って、都外でも旅行へ行こうと話をしている吉村のもとに、加藤翔平がテスト中に転倒し、緊急搬送されたという連絡が届いた。その日、 流用にある鈴木のテストコースでは、翌年の GP レーサー、RG ガンマと吉村の GS1000R のテストが行われており、GS1000R のテストを担当していた加藤がタイヤを変え、コースに戻って2周目の右コーナーで、事故は起きた。フェンスを突き抜け、土手との間にある用水路の中でうつ伏せに倒れている、ところをテストに同行していた、大谷浩二と浅川国夫によって救出され、 そのまま浜松の老細病院へ緊急搬送された。吉村が駆けつけた時にはかろうじて息があったものの、すでに意識はなく、そのまま息を引き取った。歴史であった。吉村は、加藤の死にあたって本当にあんなにいい男が死んだなんで、あれを死なせた時にはもう、あとやめちまおうと思いました。でも、じゃあやめて、あとは何をするか。小じでもするか。何かしなくちゃなんないけど、 他に何もない。エンジンのことしかやってこなかったから、他に、トリエが何もなかったんです。それに、もしやめたら、昌平の意志はどうなるんだろうと考えました。吉村秀夫、ポップ、吉村の伝説と、今までで一番辛い出来事であったと語っている。GSX1100S 刀1981年に、鈴木が GS X、GSX1100S の発売を開始し、 エンジンの4バルブ化が進む時代にあって、吉村も GSX1000S をベースにしたマシンの開発に着手した。しかし、空冷4バルブエンジンの冷明期にあって、エンジンチューニングは発熱の問題に常に悩まされた。出力を向上させようと加工を加えれば、ピストンなどの部品が熱量に耐えきれず、その結果オイルを吹くなどの問題を起こすため、吉村は自分の持つ技術を制限して、 エンジンを作らなくてはならなかった。この熱問題を解決する単造ピストンや揺れエンジンの技術が確立される1985年までの3年間は自分の仕事ができない辛い時期だったと後に語っている。1981年には吉村 R&D 工場をノースハリウッドからロサンゼルス、チノへ移転しており、新規一点望んだデートナでも GSX1000S は トラブルに悩まされた。連覇のかかるクーリーは骨折の影響が残る中、GSX1000S で予選に臨むもエンジントラブルが続出、急遽 GS1000S に乗り換えて復帰するも4位に終わった。同時に出場していたデビット・アルダナに至っては本戦出場すら叶なわなかった。イタリアのコーポレートカラーのポルシェ9 6 2 9 8 2年8月1日。 台風10号が接近する中、吉村は内心レースが中止になることを望んでいた。空冷4バルブエンジンの完成度が低いことに加えて、今大会にエントリーしていた、ウェスクーリー、デビッドアルダナが活躍していたアメリカでは、ウッテンでのレースは中止になっていたため、両者ともウェットコンディションでのレース経験がなかったからである。そして、何よりが台風が直撃する中でのレースは危険だと、 感じていた。レースは6時間に短縮されることが発表され、強行開催された。この年の吉村は、イタリアがスポンサーになったことにより、ピンクと白のコーポレートカラーをまとった、テスタロッサ 1000R で参戦した。GSX1000S エンジンは、吉村の手によって、最大出力 150PS まで高められていたが、タイヤの性能が低く、川のようになったサーキットの路面では、 その出力も十分に路面に伝えることはできなかった。スタートライダーを務めたアルダナは4週にわたってトップを走行するもたびたびスリップしていることから吉村はペースダウンを指示した。ウェットコンディションに耐性のない外国人ライダーたちは次々に脱落していき、7週目には上位10チームのうち7チームは雨天での鈴鹿の走行経験を持つ日本人ライダーが占めていた。 メカニックが手作業でグルービングを掘ったレインタイヤを装着するも路面の水膜は排水性能を上回り3時間を経過した70周目にアルダナは最終コーナーで点灯を喫しホームストレートを400メートル余りなす実なく滑っていったピットロードに立つ吉村の前に転がってきたアルダナに吉村は駆け寄り怪我のないことを確認すると再びコースへ送り出した 結局この年の優勝は、朝霞研究所のブルーヘルメットに所属する、飯島主雄、萩原新宿組という雨天の鈴鹿をよく知るチームが獲得し、吉村は6位に終わった。4バルブにバルブポート面積が大きくなるため、より多くの吸気と排気が可能になる。1983年に鈴鹿サーキットは最終コーナー手前に試験員が設置され、 全長も6004.15メートルから6033.35メートルへと延長された。新しくなったサーキットで行われる8体へ、吉村は森脇の製作したアルミフレームに吉村の手掛けた GSX 線のエンジンを搭載したマシンで出場し、翌年以降レギュレーション変更によって出場できなく、なる 1000cc マシンの最後を飾った。クロスビーは、 ポールポジションを獲得するものの、エンジンはやはり耐久性を欠き、たびたびオーバーヒートによるピットインを余儀なくされた。ペアで出場していたロブ・フィリスのタイムが伸びず、それを奪い返そうとクロスビーがペースを上げると、エンジンが負担に耐えきれずピットインが必要になるという展開であった。結局吉村は13位に終わり、この8体で優勝したのは鈴木フランスから、 世界耐久選手権の1ラウンドとして参加していたエルブマアノー、リカルドユービングミで、同組は1983年の世界耐久選手権の優勝も獲得した。登場した GS1000R に搭載されたエンジンは吉村がチューニングを施したものであり、吉村はエンジン供給という形で鈴木フランスの世界耐久選手権初制覇に貢献した。 1983年、ハーレー・ダビッドソンが経営危機に対する救済申し立てを提出し、これを発端にアメリカ政府が輸入オートバイに対する関税を従来の4.4%から49.4%まで引き上げたため、アメリカでの輸入オートバイ業界には停滞感が漂っていた。しかし、日本は、 オートバイブームの時代を迎えており、400cc のオートバイを筆頭に売り上げは急成長していた。レース活動に対する関心も高まりを見せ、1984年には MFJ 全日本選手権に TT 会1クラスと TT 会3クラスを新設することが決定された。このような環境の変化を受け、吉村は経営の中心を日本に戻すことを決定し、 秋川時代から吉村を支えてきた渡辺末広に吉村 R&D の運営を任せた。そして藤尾を日本へ戻し、吉村パーツオブジャパンを吉村ジャパンと改めるとともに、経営の中心を日本に戻した。吉村は新設された TT 会1、TT 会3への参戦を決定し、TT 会1クラスへは GSX750E で参加し、 TT 界3クラスへは GSX-R400 をベースにしたコンプリートマシンを販売し、同時にこの車両で参加した。ライダーは三浦昇と池田忠であった。両者とも早いが、転倒も多く、ポールポジションを獲得するも直後に転倒し、決勝に出場できないということもあった。1984年、新設された TT 界1初代王者は、 森脇の八代俊二が獲得し、TT 界3初代王者は、山ハの江崎正。三浦昇は、TT 界1クラスで7位、TT 界3クラスで3位。池田正は、TT 界1クラスでは、完走なし、TT 界3クラスでは3位であった。そして、この年を最後に、吉村は健康状態の悪化を受け、監督を藤尾に譲ることを決断した。 排気量上限が 750cc になって初の8体に吉村は GSX750E で参戦したが、グレーム、クロスビー、ウォーレンウィリングス組、三浦昇る、池田正しく見揃って中盤にはリタイアした。前年同様オーバーヒートに悩まされ予選では高タイムを出すものの感想は叶わなかった。1985年に早うをずらい、 適室手術のために北里大学病院に入院することになったが、入院中にもデュプレクスサイクロンの基礎理論を考えるなど、一線を退りいてからもオートバイの研究は引き続き行った。その後もサーキットをたびたび訪れては更新の指導に当たるなど、精力的に活動した。また、引退したクロスビーに会うために訪れたニュージーランドでは、自らセスナの操縦を行った。 1995年3月29日午前8時11分に入院先の北里大学病院で呼吸不全のため営民。告別式は4月2日に取り行われた。エンジンの性能を極限まで引き出しすことに日夜没頭し、一切の妥協を許さない情熱を捧げた反面、フレームなどにはあまり関心を見せず、外見などには無頓着であった。 同様に趣味と呼べるようなものも特になく、ふとしたアイデアが浮かんでは昼夜を問わず作業を始めるような日夜エンジンチューニングのことを考えているような生活であった。オートバイを戦闘機に例えレースを戦争のようなものとたびたび表現し生きるか死ぬかの状況で全力を尽くす姿勢でオートバイに向かった。全力で挑戦し、その結果として実績が伴わなかったとしても勝つための 努力を評価し、些細な、つまらないミスに対しては厳しく叱った。一度やると決めたことは、てこでも動かず、最後まで貫き通そうとするが、全身全霊で向かうため、優勝借りたやか、というような、極端な成績になることが多かった。挑戦し、諦めないという不当不屈の精神は、よかれんで培われ、その精神で、航空機関士の勉強を耐え、そこで得た技術が、 チューナーの原点であると10している。チューニングは手作業で行い、藤尾が導入を決定したコンピュータに対しても批判的な立場であった。作業に用いる道具は、グラインダー、オイルストーン、ブロック、ダイヤルゲージ、平板、ボール板、ヤスリ。これらを使って、カムシャフトやバルブの加工を行っていた。レース哲学に関して以下のように語っている。 私は予選でもポールポジションを取るのが大事だという主義で予選でも本番でもぶっちぎって勝たないと気が済まない。おこぼれの優勝は優勝ではないという主義ですから。吉村秀夫、ポップ、吉村の伝説秋川時代には多くの四輪のチューニングを手掛けたにもかかわらず普通自動車免許は所持していない。また、吉村 R&D 設立当初、 なおえを日本に残した状態のアメリカでの生活は、家事がほとんどできないため家はひどいありさまで、帯同した従業員が心配して日本へ電話をよこすほどであった。食事は日本食以外を好まず、1981年6月にクロスビーがマンシママンシマシニア TT に参戦するということで、応援のために訪れたマンシマでは食事が合わず、イギリスは、 食事がまずいから二度と行きたくないと、以降の満島への誘いを辞退している。ヨカレン時代から犬が好きであり、時折交わす手紙には、当時飼っていた犬の話題が上ることが多かった。その後、九州で活動していた際には、アメリカ人からパーピーという名前のメスのスピッツを譲り受け、その息子であるリックと二代にわたって、可愛がった。東京に移転してからも、 ジョニーという名前のスピッツを再び譲り受け、アメリカへ渡る際にも同行させ、シャンプーやブラッシングなども率先して行った。作業中や入院中であってもタバコを手放せないほどの愛煙化であった。左利きであり、文字を書くことと箸を持つことは右に強制されたが、グラインダーなどで切削作業に当たる場合には、左手で作業を行った。吉村が、 ホンダのことを意識し出したのは1957年に発売された C70 を手掛けるようになった頃で、1961年に発売された CB72 などを本格的にチューニングし始めた頃にはホンダがマンシマ TT に初出場ながら6位入賞を果たしたという話を聞き、すごい先輩がいるものだと技術の探求とレースへの挑戦に対して、 尊敬の念を抱くようになったという。初めて接点らしい接点が持たれたのは1964年の10月23日に行われたジュニアロードレースで自陣営のマシンより速い吉村のマシンにホンダが興味を持った時と考えられている。吉村コンペティションモータースを退職して独立した松浦健に対して自作のカムシャフトを送り、お前が勝つのもうちが勝つのも一緒じゃないか。 と吉村は言ったが、敵チームのマシーンを分析させてくれないか頼むよう指示した本田に対して、吉村はそれを了承し自らのマシーンを差し出したことは、同じ業界で切磋琢磨し合う者に対する敬意や連帯感を持っていたからではないかと本田の長男の弘人氏は語っている。そして、本田もまた差し出されたマシーンを見て、吉村のオートバイにかける熱意を感じ取ったのでは、 ないかと考えられている。一時期関係の悪化した時期を経ても、吉村は本田を尊敬していると明言しており、そのような思いに応えるように、二度目の手術を受けて入院していた時には、吉村の好んだ美和の実を題材に据えた、本田直筆室の絵を送ってみまうといった交流が行われていた。本田技研工業の副社長や、HRC 初代社長を務めた入りまじり昭一、そして、 同じレース業界を盛り上げていく仲間として、吉村に対する敬意があればこそ、全力で、これに臨み、勝利を奪いに行かねばならず、そうでなくては、申し訳ない、という気持ちで相手をしてきたと語っている。吉村が妻となる、原田直江と初めて出会ったのは、戦時中の1944年、当時シンガポールに赴任していた吉村が、期待のオーバーホールのために、 狩リノに立ち寄った時のことだった。大日本航空福岡市所で事務員として働いていた原田忠子に一目惚れした吉村は姉、夫妻の夫である義理の兄に仲を取り持ってもらうなど手を尽くし1944年6月に結婚する運びとなった。当時、不妊先のシンガポールでは配偶者の帯同が禁止されていたため、なおえは台北で一人暮らしをし、 吉村は週に一度そこへ通うという新婚生活を送った。入所前には自分がいない間に家族が困らないようにと仕事に精を出した反面、出所後にはのめり込んでいた花札を直江にとがめられようものならばすぐさま手を挙げた。子供たちが生まれてからは子供3人に愛犬のスピッツを乗せて海までツーリングへ出かけるなど小煩悩な面を見せる反面。 食事に問題があると怒鳴ってお膳をひっくり返し、妻に当たるなど、引き続き粗暴な面は見られた。しかし、子供たちには手を挙げるようなことはせず、オートバイのチューニングに打ち込むようになってからは、家事や作業での負担をかけることはあったが、妻に全幅の信頼を寄せ仕事に打ち込む夫とそれを支える妻という二人の姿は、感動的なほど絆の強い夫婦として周囲には映ったようである。 アメリカ滞在中は、自動車がないために自転車や徒歩で買い物を行い、従業員も含めた大人数の食事の世話をしながら、バルブすり合わせや曲げ加工を行う液ーストパイプに砂を詰めるなど、作業でも吉村を支えた直江に対して、吉村は今度生まれても、お前と結婚したいと感謝の思いを語っている。渡米後の百七十三年から百七十八年までの戦歴。 GSX-R7501986 年8体仕様、吉村秀夫が指揮を取った1978年第1回大会から1984年第7回大会までの戦績。ありがとうございます。